はい、どうもスタッフ健太です。スタッフ健太の自転車塾、今日も一緒に自転車の勉強をしていきましょう。今日の話はですね、日本のブランド、ブリヂストンアンカーから発表されました新型のエンデュランスロードバイク RE8 についてのお話と、再来週ですね、開催させていただきます、こちらのアンカー、そしてフォーカス、コラテックのですね、試乗会についてお話をしていきたいと思います。本題の前にですね、ちょっとバババッと入荷商品について、2点ピックアップしていきたいと思います。1つ目はですね、私も使っております、ソールスターのインソールなんですけど、10月の21日入荷分から、値上げしてきます。はい、値上げ。はい、こんな感じでございます。ブラックがこんな感じ、まあコントロールが一番ちょっとでかいのはツアーですね。はい、ニュートラルランハイクも、値上げということで、競技者向けのですね、ブラック、中級者向けのコントロール、そして、ロングライド向けのツアーということで、使ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、あのニュートラルランとハイクはですね、結構クッション性も高いので、あの自転車乗りのランニングのですね、怪我の防止にも効果的かなと思っています。まあ私ですね、普段あのメカニックをしている時は、あの立ち仕事が非常に多いので、あのニュートラルハイクの方をですね、普段の靴にも入れています。はい、あの値上げ前にですね、ぜひゲットしてみてください。入荷商品2つ目、これちょっと待ってた方もいらっしゃるかなと思うんですけど、廃盤になっております、シマノのブラケットカバーですね。ブラケットカバーの品番、7900ですね、9000、9001、5600などなどですね、こちらサードパーティーでありますファー&ニアーからですね、これらのブラケットカバー再入荷してきました。こちらになりますね。あの探している方も多く、あの当店のですね、オンラインショップでは、あの一応ね、再入荷のお知らせを、お知らせをですね、してくれてるお客様からもうすでにですね、あの多くのご注文をいただいております。はい、で7900、9000、9001、5600などですね、シマノのブラケットカバーで廃盤になってるもので、あの結構ね、これベタ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 してて交換が必要な方いらっしゃるかなと思うんですけど、ぜひですね、この冬のオーバーホールなどでですね、これらのブラケットカバー交換しちゃいましょう。はい、で各種品番によってですね、これブラケットカバーの形形状が全然変わってきますので、自分のですね、お使いのレバーの品番、あのしっかりチェックしてオーダーをお願いします。あの9000と9001とかね、あのちょっとね、あの品番間違ってオーダーされる方いらっしゃるかなと思うんですけど、はい、で、先ほどご紹介しましたソールスターのインソール、そしてファー&ニアのですね、ブラケットカバーは当店オンラインショップからご購入できます。オンラインショップのリンクの方はこちらの動画の詳細欄にあるので、いろんな商品チェックしてみてください。1万5000円以上でですね、送料無料になりますので、よろしくお願いいたします。さて、本題となります。まあ、ちょうどですね、これ1ヶ月前の9月の6日金曜日にですね、発表となりました、日本のブランド、ブリヂストンアンカーのエンデュランスモデルですね、RE8 というモデルがあるんですけど、まあ、いろんなところで今試乗会が開催されておりますが、もう乗られた方もいらっしゃるかなと思います。はい、で私もですね、こちらのバイク、ちょうどですね、発表になった9月のですね、6日金曜日に、アンカーのメーカーの営業さんがですね、ご来店いただきまして、この RE8 一足お先にですね、試乗をさせていただきました。はい、で、私のですね、インプレッションの前に、まあ、この、RE8 の価格と、ちょっとラインナップ、チェックしていきたいと思います。フレームですね、単品販売としては、32万円、税込み価格。
で、フレーム重量はですね、一応フレームサイズによっては1000グラムを切ってるということでございます。で、メーカーのホームページにはですね、これ無塗装時、ヘッドパーツとかリアディレイラーハンガーとかシートクランプを全部含んで、1010グラムとなっています。はい。で、フォークもですね、結構軽くて380グラムとなっていますね。で、アルテグラの DI2 のモデルは、カーボンホイールだとかカーボンハンドルなど軽量なですね、ちょっとパーツスペックになっていまして、価格はですね、93万5000円、税込み価格で、完成車の重量が 7.4 キロとなってます。はい。結構いいパーツが全部ついてるのでね、価格はちょっと高くなっていますが、はい、こんな感じになります。で、私個人的にですね、おすすめのモデルが、105の DI2 モデルとなっておりまして、こちらはですね、48万9000円、税込み価格の完成車の価格となっております。まあ、いろんなですね、メーカーで、この105の DI2 仕様のモデルですね、まあ、50万円以上となっているものが多い中で、この価格はですね、まあ、戦略価格といったところでしょうかね。はい、おすすめです。そして、105の12速のワイヤー式の変速のモデルですね、こちらが37万9000円、税込み価格となっておりまして、まあ、フレーム単品のですね、価格からプラス6万円で完成車になりますよという感じです。はい。で、ブリヂストンアンカーの特徴としてはですね、まあ、以前から、まあ、身長のですね、これ低い方のフレームサイズがしっかりと作られているというところがありまして、こちらのですね RE8 も、身長145センチぐらいの方から乗れるサイズがあります。はい。レースバイクでもありますね、RP9、 私も乗ってるんですけど、 RP9 とか RP8 ですね、こちらにもですね小さいサイズがあるので、まあ、実業団レースでもですね、これ女性の選手の皆様 RP9 だとか RP8 ですね、これ乗ってるのをよく見ますし、フレームサイズがですね、これ4サイズ展開となっておりまして、身長ですね、これ一応145センチから185センチの方までですね、乗れるサイズがご用意できます。はい。で、このですね、RE8 に乗ってみて、私が感じたことを、まあ、言っていきたいと思うんですけど、その前にですね、まあ、実は、当店のですね、お客様で、9月中旬にですね、開催されました、神奈川、スポーツ、サイクルスポーツデイズというですね、イベントに参加された方がいらっしゃいまして、初日にですね、これいろんなバイクを試乗されてきたというお話をですね、聞いていました。で、そのお客様はですね、まあ、普段ロングライドを楽しまれている方で、こちらのですね、RE8 にも乗られてきたということでございましたが、まあ、いろんなメーカーのですね、これロードバイク、乗り比べてみたんですけど、まあ、今ですね、発売されている、まあ、ロードバイクは、まあ、どれもですね、結構剛性が高くて硬く感じてしまったということでございました。で、その中でもですね、これ一番マイルドで足に優しくて、まあ、乗りやすかったのがこちらのですね RE8 だったというお話を聞きました。はい。で、私もですね、9月6日のその金曜日の RE8 の発表の時ですね、こちらのバイクを試乗させていただきまして、まあ、普段からですね、これレースバイクに乗っている私にとってみればですね、こんなに優しくて乗りやすいバイクがあるんだなと思ってしまいました。はい。まあ、少しですね、これ長めに試乗させていただいたバイクがですね、こちらの105の DI2 のモデルのバイクでございまして、まあ、一応試乗用ということで、ホイールがですね、これ105のカーボンホイールがついていたんですけど、
なんとなくですね、これエンデュランスバイクなのにすごい進むなと感じまして、なんかこのバイクでも全然ね、例えば2時間耐久レースとか4時間耐久レースなら出れそうだなと思ってしまったくらいでした。はい。でタイヤサイズはですね、これ 28C と 32C が、まあ、試乗車にはついていたんですけど、グラベルのタイヤをつけてですね乗ってる方も、そのアンカーのスタッフさんのところではですね、いるということでございまして、まあ、いろんな使い方ができそうなバイクですね。一応タイヤクリアランス、フレームとのちょっと隙間ね、十分にですねこれ余裕があります。はい。でカラーリングに関しても一応今回ですね、これ3種類のカラーを用意していまして、まずはですね、これちょっと動画でお見せしますけど、ストーングレーですね。個人的にはまあこのカラーが一番かっこいいなと感じました。はい。まあいろんなカラーリングがあるんで好き好みはあるかなと思うんですけど、はい、私はこれが一番いいなと思いました。はい。続いてオーシャンネイビーですね。こちらになります。一番ですねオーダーが入っているのではないかなというカラーリングはこちらのオーシャンネイビーではないかなということでございました。はい。そして、最後にですねフォレストカーキですね。こちらのですねバイクのパーツ、アルテグラ DI2 とか、DT のカーボンホイール、まあハンドルもですねこれエアロカーボンハンドルが付属してきまして、まあ、即レースに出れますというですね仕様でございますね。はい。という感じで、以上3つのカラー展開でございました。で、こちらのですね、RE8 を含めた、試乗会を、当店にて、開催させていただきます。で、開催日はですね、10月の19日、20日の土曜日、日曜日となっておりまして、19日のですね、土曜日には、フォーカスとコラテック、ドイツブランドのフォーカスとコラテックの試乗会も同時開催させていただきます。まあ、私がですね、激推しの、フォーカスのイザルコマックスディスクですね。ぜひ、乗りに来てみてください。2025年モデルにはですね、新しいカラーが登場するとかいうね、噂が出ていますが、まあ、そんなですね、情報もゲットできるかもしれません。はい。イザルコマックス狙ってる方はですね、試乗会遊びに来てください。よろしくお願いいたします。あ、そうだ。こちらのですね、2日間の試乗会なんですけど、一応ですね、オーダーをいただきましたお客様にはですね、スペシャルな特典もありますので、新車を検討されている方は、この機会にですね、ご来店お待ちしております。はい。ということで、今日はですね、ブリヂストンアンカーのエンデュランスモデル RE8 のですね、ピックアップと試乗会についてお話をさせていただきました。10月の19日、20日、土日ですね、試乗会ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。ではでは、またアップします。